冬の雪山はベテランの登山家でさえ遭難してしまうことがあるほど危険を伴います。遭難事故で一番多い原因は道に迷ってしまうことだそうです。もし雪山で道に迷ってしまったら、焦りと不安な気持ちでいっぱいになり、パニックになってしまうでしょう。それは命に関わる危険な状態に陥る可能性があるからです。そこで今回お伝えするのは、雪山で行方不明になってしまった犬の話です。大切な愛犬が行方不明になってしまったら、飼い主さんの不安と心配は計り知れません。まして寒さの厳しい雪山でのことなら、その不安は増すばかりです。はじめにお伝えする話は、飼い主さんとスキーを楽しんでいた生後9ヶ月のジャーマンワイヤーヘアードポインターの番長が迷子犬を発見しました。無事に飼い主さんと再会することができました。カナダ・サスカチュワン州サスカトゥーンの自宅近くでクロスカントリースキーを楽しんでいたというケリーさんと愛犬のバンジョー。いつも通り雪景色を満喫していたバンジョーでしたが、ある瞬間にいつもと違う匂いを嗅ぎ取ったのです。バンジョーは新鮮な動物の香りを察知したとき、尾を振りながら明確な体の動きを見せます。私は彼が木に向かってそのそぶりを見せたとき、何かがそこにいると分かりました。それは山嵐、鳥やウサギだろうと思っていたのですが、とケリーさんはその時のことを話しています。ケリーさんはバンジョーの反応から、物珍しいものがそこに隠れていることを理解しました。想像した小動物のうちどれが飛び出してくるのかと、そっと近づいてみると、毛皮で覆われた金色の頭が雪の中から飛び出してきたのです。バンジョーが発見した木の根元には、寒さをしのぐために掘られたのであろう穴があり、そこにはなんとゴールデンレトリバーの姿があったのです。その犬は寒さに震えていました。ケリーさんは心配しているであろう家族に愛犬の無事を知らせるために、地元の動物管理センターへ連絡を取りました。そしてその迷子犬はルイという名前であること、数日前にドッグパークで姿を消していたことが発覚しました。飼い主のジュリアさんは捜索隊の協力を得てルイの行方を探していたものの、サスカチュワン州で50年ぶりに発生したと言われている猛吹雪に見舞われたことで捜索は難航していました。連絡を受けたジュリアさんは、膝まで積もった雪を30分以上かき分けながら愛するルイの元へと駆けつけました。ケリーさん自身もバンジョーを失いかけたことがあり、ジュリアさんの気持ちが痛いほど分かったといいます。バンジョーとケリーさんのおかげでルイは最愛の家族と再会することができました。しかし大冒険の後に受診した動物病院で、ルイは手術が必要な怪我を負っていることが発覚したそうです。もしバンジョーとケリーさんがルイを発見していなかったら、ルイは命を落としていたかもしれません。無事に飼い主さんとの再会を果たせて本当に良かったです。続いて、雪山で2週間も行方不明だった犬を登山者が救助しました。発見された時の犬は歩くことも吠える力も残っていませんでした。寒い雪山で行方不明になっていた犬が偶然登山者に発見され、無事救助されたのです。その犬はアイルランドで暮らす8歳になるゴールデンレトリバーのミーシャ。飼い主のエリナ・オシェイ・ゴーデレンさんは、ミーシャともう1匹の犬、ジャーマンシェパードのハーリーを連れてウィックロー山地を訪れました。しかし2匹は野生の鹿の姿に驚いて、そのまま行方がわからなくなってしまったのです。翌日、ハーリーはなんとか自宅へ戻る途中に駐車場で見つかりましたが、ミーシャは行方不明のまま。
カは匂いをたどってミーシャが戻ってくることを期待し、着用した衣類をバスケットに入れて登山道に置きました。手がかりすら見つからない状況の中、一家はソーシャルメディアで迷子犬の捜索協力を呼びかけました。知人にも協力してもらい、カメラ付きのドローンを使って捜索しましたが、発見できませんでした。ミーシャの行方が分からなくなってから2週間、極寒の山で食べ物もなく生き延びる可能性は低い。一家はミーシャが生きて戻ってこられないことも覚悟し始めました。そんな時でした。突然オシェイさんのもとにシアラ・ノーランさんという女性から電話があったのです。それはなんとミーシャを保護したという連絡だったのです。はじめは信じられなかったものの、詳しく話を聞くと、ノーランさんとジャン・フランコス・ボナーさんという二人の医師が雪の中、ウィックロー山の頂上を目指して登っていたといいます。そして山頂付近に来た時に、ノーランさんは一匹の犬が岩のそばで体を丸め震えているのを発見しました。その姿を見てショックを受けたそうです。その犬がミーシャだったのですが、すでに体力は消耗し、ノーランさんたちに対して吠えたり、立って歩いたりする力も残っていなかったそうです。二人はミーシャを保護し、食べ物を与え、予備のジャケットを着せた後、ミーシャを背負って10キロの道を歩き、4、5時間かけて慎重に山を下りました。下山した後、ミーシャはアニマルレスキュー団体へ搬送されましたが、検査の結果、やはり体重は相当落ちていて、脱水症状にも見舞われ、体に擦り傷や切り傷もあったそうです。しかしその後、ミーシャは回復し、無事に家族との再会を果たしました。オシェイさんは、シアラ・ノーランという女性からボイスメッセージがあって、私たちの犬を保護していると言っていました。それを聞いた時は驚いてしまって、そんなわけがない、ミーシャはもう死んでしまったのだから、と思っていましたから。でも連絡を取ってミーシャを引き取りに行きました、と語っています。ミーシャは体重こそ落ちていましたが、大きな外傷はなく無事でした。獣医からも食事を与え、たっぷり愛情を注げば元気になると診断され、安堵したそうです。自宅に戻ったミーシャは落ち着きがなく、それまで取らなかったような行動を見せたそうです。2週間も雪山をさまよい続けたのだから無理もありません。ミーシャがどんな思いで過ごしていたかと思うと胸が締め付けられます。何はともあれ、命が救われ、無事に家族のもとに戻れて本当に良かったですね。人間でさえ雪山で遭難すれば、命を失うことがあるほどの危険が伴います。山に愛犬を連れて行く場合は最善の注意が必要ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。